今回の問題、 SSH 接続に必要な設定について答えてください。ユーザーの認証情報を設定するコマンドは、ユーザーネーム、パスワードで設定する方法と、ユーザーネーム、何々で設定する方法があります。ホスト名の設定をするときには、何々コマンドを利用します。ドメイン名の設定をするときには、何々コマンドを利用します。こちらのクリプトキー、generate RSA は、何々を行っています。SSH のバージョンの設定は、何々コマンドを利用します。認証の有効化は、LINE VTY0 から4を指定して、何々を行います。当てはまる言葉、当てはまるコマンドを考えてみてください。少し時間を置きます。それでは答えの発表です。SSH 接続に必要な設定として、ユーザーの認証情報を設定するときには、ユーザーネーム、パスワードコマンドか、ユーザーネーム、シークレットコマンドを利用します。ホスト名の設定は、ホストネームコマンドです。ドメイン名の設定は、IP、ドメインネームコマンドです。クリプトキー、generate RSA コマンドは、暗号鍵の生成を行っています。SSH のバージョンの設定は、IP、SSH、バージョン2、もしくはバージョン1で指定します。認証を有効化するときには、LINE VTY を指定して、ログイン、ローカルコマンドで、ここで指定した認証情報で認証することができるようになります。お世話になっております。マサルです。今回のテーマは SSH 接続です。過去動画、シャープ144では、テルネット接続をするための設定について一緒に勉強しましたが、今回は SSH 接続の設定方法です。以前も説明したように、テルネットは暗号化されていない状態で通信が行われるので、通信経路中に悪意のある第三者がいた場合は、ID、パスワードなど大切な情報が盗聴されてしまう可能性があります。現在は SSH を使って暗号化されている状態で通信を行うのが一般的です。では、どのような設定を行えば SSH 接続ができるようになるのでしょうか。一緒に勉強していきましょう。それでは始めます。SSH 接続の設定方法はいくつかあるんですが、今回は例として、ルーターに SSH 接続をするために、ルーター内にユーザーアカウントを作成して、ローカル認証でログインする方法を学んでいきます。SSH 接続をするために必要な設定はいくつかあります。まずはユーザーアカウントの作成、ホスト名の設定、ドメイン名の設定、暗号鍵の生成、SSH のバージョンの設定、SSH 接続の許可、ローカル認証の有効化です。結構やることが多くて複雑に感じますよね。これから一つずつ内容を見ていこうと思うんですが、一つずつ細かく見ていく前にゴールをイメージすることから始めたいと思います。SSH 接続は暗号化された状態で安全に通信をするためのプロトコルです。暗号通信をするためには暗号化に利用するための鍵の情報が必要です。お互いに暗号通信をするための鍵の情報を持つことで暗号通信ができるようになります。その暗号通信を行うための鍵の生成をここの暗号鍵の生成で行っています。ただこの暗号鍵を生成するためにはいくつか材料が必要で、その材料の一つとしてルーターのホスト名とドメイン名が必要です。ホスト名というのはその機器の名前、ドメイン名というのはその機器が属しているグループの名前です。この2つは暗号鍵を作るための必要な情報として設定しています。さらに SSH のバージョンも設定します。バージョンは1か2を選択することができますが、バージョン2の方がセキュリティ強度が高いので、クライアントがバージョン2に対応していればバージョン2を選択するようにします。さらに任意での設定になりますが、VTY 接続を SSH だけに限定する設定もよく行われます。デフォルトでは SSH もテルネットも接続できるようになっています。テルネット接続はセキュリティ上好ましくないので SSH だけに限定することがよくあります。鍵の生成や各種設定ができたら暗号通信はできるのですが、誰とでも暗号通信をして良いわけではなく、正規のクライアントと暗号通信を行う必要があります。そのために正規のクライアントがどういう情報を持っているのか、ルーターの中のローカルデータベースに登録する作用が必要です。そのための設定をユーザーアカウントの作成でやっています。ここで登録した認証情報を持つクライアントが正規のクライアントであると判断されて暗号通信ができるようになります。最後には設定した認証情報で接続できるように認証の有効化をする必要もあります。まずは SSH 接続の全体像をお話ししました。ここではなんとなく理解できていれば OK です。それでは実際にパケットトレーサーを使って SSH 接続の設定を行ってみましょう。
その前に少しだけお知らせをさせてください。私はネットワークを基礎から学んで CCNA を取得するためのオンラインコミュニティみんなの勉強部屋を運営しています。これまでは登録に Twitter アカウントが必要でしたが、今はメールアドレスでの登録、各種 SNS アカウントで登録ができるようになっています。コミュニティに入っていただくと月 2,3 回のオンラインクラスだけではなく、定期的にオフラインでのイベントも行っています。一人ではなかなか勉強が続かないという方はぜひコミュニティを利用してみてください。興味を持ってくださった方は参加 URL を概要欄に用意しています。ぜひご覧ください。ではこちらの設定を使って SSH 接続の設定をしていきましょう。現在ルーターと PC には IP アドレスの設定が完了しており、ルーターと PC はお互いに疎通をすることができます。ただ IP アドレス以外の設定はしていないので SSH 接続をすることはできません。では早速ルーターに対して SSH 接続をするための設定をしていきましょう。まずはユーザーの認証情報を設定していきます。どのようなユーザーが正規のユーザーなのか、ここで定義します。ユーザーの認証情報の設定はユーザーネームの後ろに正規のユーザーの ID を指定します。今回はマサルにします。後ろはパスワードコマンドでも設定することができますし、シークレットコマンドで設定することもできます。シークレットコマンドで設定した方が設定ファイルでパスワードが暗号化されて表示されるので、シークレットコマンドを使って設定することを推奨します。今回はパスワードとしてマサルシークレットという文字列を設定します。このコマンドによって正規のユーザーのユーザーネームはマサル、そのマサルというユーザーが使うパスワードはマサルシークレットというパスワードであると設定しています。では設定を入力します。次にルーターのホスト名を指定しましょう。ホストネームは今回ルーター1という名前にします。次にドメイン名の設定です。今回はドメイン名としてマサル .com という名前にします。 IP ドメインネームマサル .com と入力します。暗号通信をするための鍵の作成にこのホスト名の名前とドメイン名の名前が必要なので設定をしています。ではホスト名とドメイン名が設定できたところで暗号鍵を作成しましょう。クリプトキージェネレート RSA で暗号鍵を生成します。生成しようとすると暗号鍵の鍵長をどれぐらいにしますかという入力が求められます。デフォルトでは512になっていますが、512だとセキュリティ強度が弱いので2048ビットにしましょう。2048ビットで無事鍵の生成ができました。次に SSH のバージョンの設定です。 IPSSH バージョンコマンドではバージョン1かバージョン2を選べるようになっています。クライアントがバージョン2で対応できる場合はバージョン2の方がセキュリティ強度が高いのでバージョン2を指定してください。パケットトレーサーの SSH はバージョン2に対応しています。では最後に SSH 接続を許可する設定を行いましょう。 LINE VTY の0から4を指定して LINE コンフィギュレーションモードに入ったらログインローカルコマンドで認証の有効化、認証情報としてローカルで作成しているユーザー認証を使って認証を行う、このような設定を行います。これで SSH 接続するための設定は完了です。この設定によってクライアントから SSH 接続をすることができるのですが、このままだと特権モードに移行することができません。 SSH 接続をしてきた時のユーザーはイネーブルパスワードを設定しておかないと特権モードに移行することができないので、イネーブルパスワードも一緒に設定しておきましょう。イネーブルパスワードの設定方法はイネーブルパスワードかイネーブルシークレットです。イネーブルシークレットを使いましょう。今回はイネーブルパスワードとしてマサルイネーブルという文字列にします。繰り返しになりますが、イネーブルパスワードを設定しておかないと SSH 接続から特権モードに移行することができないので注意してください。ではこの状態で PC から SSH 接続をしてみましょう。 PC を選択してデスクトップタブからテルネット SSH クライアントを選択してください。 SSH が選択されていることを確認して接続先の IP アドレスとして 192.168.0.254、 ユーザーネームはマサルと入力します。コネクトボタンを押します。するとパスワードが聞かれます。パスワードはここで入力したマサルシークレットという文字列です。こちらにマサルシークレットという文字列を入力するとこのように SSH 接続をすることができます。イネーブルパスワードも設定しておいたのでイネーブルパスワードにマサルイネーブルと入力してもらえれば特権モードに移行することができます。小欄を打ってみるとイネーブルシークレットで入力しているのでパスワードが暗号化されていたり
SSH 接続をするための設定値も確認することができます。このような設定で SSH 接続をすることができます。それでは今回の実習は以上です。お疲れ様でした。それでは最後にまとめていきます。SSH 接続をするために必要な設定として、ユーザーの認証情報を設定します。ユーザーネームとパスワードを設定する際に、ユーザーネームとパスワードコマンドでも設定することができますし、ユーザーネームシークレットコマンドでも設定をすることができます。シークレットコマンドを使った方がパスワードが暗号化されるので、シークレットコマンドを使った方が安全だと言えます。次にホスト名を設定します。ホストネームコマンドを使って設定します。ドメイン名の設定も行います。IP、ドメインネームで設定します。この2つの情報を使って暗号鍵の生成を行います。暗号鍵生成のコマンドはクリプトキー、ジェネレート、RSA です。SSH のバージョンの設定も行いましょう。IP、SSH、バージョン2です。バージョン1とバージョン2を指定することができますが、バージョン2の方がセキュリティ強度が高いです。各種設定ができたら認証を有効化します。LINE VTY0 から4で LINE コンフィギュレーションモードに入って、ログインコマンドで認証を有効化し、認証情報としてローカルデータベースで設定した設定値を使う。このようなコマンドを入れます。このような設定を行うことで SSH 接続をすることができるようになります。それでは今回の動画は以上です。もし今回の動画がお役に立てば高評価、チャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。